前回の。ほらほら。あらあらってなんだよ。右と左を間違えた。だったんだって意地悪でしょ。どうか始まってんじゃね。すいません、許してください、反応しますから。許されるわけねえだろうが。てか前回のあらすじちゃんとやれや。今までだって一度も真面目にやったことないやん。確かに、はい、そうだね。相も変わらず、GQ ヤンキック集会で発掘装備集めか、前回手に入れたチャークじゃダメなのか。ここだけの話、チャークそんな得意じゃないのよ。どうか始ま。そんなことはどうでもよって。よくねえよ、ぶっ飛ばすぞ。お、今回はレアボ総中棍が3つもあるじゃん。これは大当たり間違いなしですね。え、なんか結構強くね。チャークいらんなったわ。ちなみに他は、ゴミした。せめて属性ついてたらワンチャンあった。とりあえずさっき手に入れた強強総中棍を最終強化したい。上に新鎧玉要求されんの。新鎧玉ってそんなレアか。こいつ採掘じゃ入手できないんすよ。ってわけでエジプトにやってきました。いや、どういうわけ？おー、でかい。これがスフィンクスか。どこがどうスフィンクスなんだよ。まあ、共通点はないよね。お前もう船降りろ。いや、物理的に落とさないと聞いてないんだ。口の中がシャリシャリするんですが。気のせい気のせい。いきなりまた落ちてくんの？気のせい気のせい。なんだ気のせいか。てかなんで誰んもおらんに挑んでんの？まさか、背中の鉱石から新鎧玉が？いやいや、そんなわけないじゃん。さすがに安直すぎ。無性にぶん殴りたい。盾強化してから、超合力、属性解放により。角度落とすわ、角度落とすわ。この演出結構好き。わかりにばっかい。まだ終わらんよ。バリスタ連打してるだけで勝てる。そらこじゃねえか。で、結局新鎧玉はどうなったんだ。実はこのクエストの報酬で低確率で鎧石が手に入るの。なるほど、この鎧石とメランジェ鉱石を調合して新鎧玉を作るってわけか。そういうこと。これで最終強化できる。で、攻撃力20も上がるじゃねえか。だからこそ無理にでも強化したかったんだよね。強化完了。新たな武器を手に入れたらやるべきことは一つだよね。 GQ 探索に挑戦しちゃうよ。上位よりもかなり手強いと思うが、本当に大丈夫か。大丈夫とはいかないだろうね。なんだ珍しく弱気だな。今回の目的はモンスターの一掃じゃなくて、今の装備と実力でどこまで通用するかを確かめたいの。最初の相手はケチャワチャーしか。わちゃわちゃにも走っているんだね。てかさ、顔面殴ろうとすると弾かれるんだけど。なるほど、耳の部分が硬くてそれで顔面を守ってるのか。噂によると裏眼筋の顎より圧倒的に硬いらしい。え、どんな構造してんの。とはいえ耳以外の肉質はこんにゃくプルプルリン。常に配合取り続ければ楽勝。前回使っていた総中棍よりも切れ味も攻撃力も上がってるからね。だいたい 1.3 倍の火力上昇か。そりゃ無双するわけだ。今度はネルスキュラの足かな。まあこの総中棍があればよりいいでしょ。おい、そいつ舐めてるとマジで死ぬぞ。いやいや、冗談つまり、ダーダーしながら巻き立てるとかトリッキーすぎでしょ。だから忠告地でやったのに。え、ちょっと待って、こいつ地中に潜るの。待って、この体力でいつ攻撃してくるかわかんないのは熱い。ここは土煙を3つ回避だけで距離取って回復チャンスを。よしの下のりの攻撃で。ちょっと待って、タイムストップストップ。毒のあって死ぬ。気薬飲まないと死ぬ。勝ちただと思って油断しましたね。まさか光の相手にやられるなんて。お前が力をつけてるようにモンスターも強くなってるってことだな。次はヤンキックアキか。こいつに関しては練習の GQ 個体と戦ってるからね。空中投げがうざかったけど、なんとか勝利。なんやかんや GQ 個体ともやり合えてるな。このまま個体とも枯れちゃうかもね。え、ちょっと待って、どちら様ですか。体格はディアブロスそっくりだけど。あいつは一角竜モノブロスの足個体だな。先に現地から見たかったな。とりあえず相手の行動を見ないと。ネルスキュラー種の時みたいなのはもう5年だからね。お、すごい、こいつにターン突進もしてくるのか。ディアブロスと似たような行動も多いから、大間と戦い慣れてるお前にとってはそんな脅威じゃないかもな。肉質も極端に硬いわけじゃないし、このまま勝てちゃいそうだね。いや、ちょっと待て、なんかいるんだけど。俺も仲間に入れてくれよ。なんでゴーヤチャンプルがこのタイミングで来るのさ。そのための小屋子玉。なんとか討伐完了。結局イビル城に3回くらい乱入されてめっちゃ大変だった。なんなら現在進行形でいるしな。このエリアが広くて助かったよ。てわけで今回の探索はここまで。はぁ、イビル城がまだ倒し終わってないぞ。いや、もう回復アイテム全部使い切っちゃったし、普通に無理そうでした。限界を感じたよな。今回討伐したのは、ケサー、キラー、ディアナ、モノアの4体。よく考えたら全部アッシュじゃねえか。そしてお楽しみのギルクエタイム、神さん。固有の大砲翼。また船だ！空中。ゴミゴミ。結果は散々だったけど、GQ 個体も枯れるってことが分かったからよし。お待ちください。魅力の装備を。おお、結束だけじゃなく耐震まで発動してるぞ。裏で耐震銃を集めて、スロットにの頭、等防具を集めときました。あまりにも防具が落ちなくて、バタルアッシュが GQ 個体になって大苦戦したってのはないとね。耐震つけたってことは、本格的に右側のレベル上げか。いや、さっきの腹いせにゴーヤをチャンプルにする。確かにお腹すいたもんな。ちなみに本命は、力の爪と守りの爪の入手。クエスト失敗による装備売却の保険にもなるからね。この縛
バリにおいては救世主とも言えるアイテムだな。ラージャン用に作っておいた耐震樹のおかげで遅刻には高速攻撃が隙だらけ、めちゃめちゃ簡単に討伐できました。しかも果実メガ2個しっかりドロップ。今回は運が良かったね。職人に問う、操縦棍において最も大切なものは何か。虫。大正解。探した足、これに言葉だねー。あ、それならいい当てがあるぞ。マジ？すいませーん。ここら辺で固有コツがもらえるって聞いたんですけど。おお、近くで見るとめっちゃでかいな。固有コツを、よこせくださーい。でもなんで話したくだーい。どうやら武力行使に出るしかないようだな。全部こっちが出せる最強火力をぶつけてやる。やりっさーやりやりやさすがシャーク全盛期のボディ。アイブレイクに負けず劣らずの火力を出せちゃうからね。出せちゃうかなくなるから使い勝手は悪いけど。隠れでですよ、隠れでですよ。おいおいマジか、早口系ぶっ壊せやがったぞ。下手したらアルバトリオンのお前より強いんじゃね。なし、わけねえだろ、ぶっ飛ばすぞ。派手気悪すぎだろ。とはいえ全体の大きさがあざとなったね。そんな体が大きいとハンターを狙うのは容易じゃなかったでしょ。正直攻撃が大振りすぎて超高出力打ち放題だったな。こいつも足個体が討伐目標になってるからいい経験になったね。しかも固有コツもしっかり手に入ったし。いいぞ。幼虫強化、幼虫強化、幼虫強化。ようやく最強の幼虫が作れる。めっちゃ時間かかったな。ここまでしてやる価値あんのかって、追加効果増えすぎだろ。特に強化 X 効果延長が神。トリプルアップが2分間持続するよ。なんだこれは、たんまげったな。耐震、爪、幼虫、これで準備は整った。ようやくミギラーのレベル上げできるな。あれレベル89、なんかめっちゃ上がってね。我慢できなくて6座台でちょっとかじっちゃった。にしてはやりすぎだろ。一応 GQ モーション解放されるまで裏でやっと効果なって。しかも今回はお宝エリアあるんだろ。そうなんです、武器傾向がアックス込みだからこれは期待できる。栄光の防具ギター、栄光の武器ギター。お、幸先いいな。でもこれで強い操縦棍が出て、まあ多幼虫強化する羽目になったらどうする。お前めっちゃ嫌なやつやん。まずは群虫じゃなくて青キック先生だな。ふふ、実は今回ある秘策を用意してるの。聞かせろ。群虫を投げるには地面から引っ張り出す必要があるの。つまり下の上で戦えば群虫投げできないってわけ。どう、完璧な作戦でしょ。あの普通に群虫投げてきてるんですが。わあ、そういうかか、戦うの面倒だな。都合の悪い話は聞こえないスタイルね。それにしても強化 X 効果延長マジで強いね。これのおかげで相当戦いやすくなったな。お前を殺す。やりX 先生診断だけど、やりつこう強すぎかよ。ちなみにちゃんとトリプルアップしておかないと、投資効果方向の硬直で確定被弾するから気をつける。まだ89レベルなのにダメージでかすぎて笑う。とはいえやはりレベルが低いうちは体力が低いが故に割となんとかなるね。耐震の存在もかなり大きかったぞ。ここまで対策した甲斐があった。っていうか報酬がめっちゃ楽しみ。磨くのが待ちきれないよ。二等クエだとさすがに報酬が豪華だな。しかももう一個栄光の武器発見。でかした。いやいやこれは絶対いい武器来るでしょ。ゼア6の操縦棍が2本。で、ドンキ運用かな。いろいろと無理がある。さすがに毎回高性能なやつは来ないってことだな。ペダンマジュラの強化前。ふっふんめっちゃ強いやん。だけどまた固有コツ集めるのだるすぎる。ご視聴ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。動画の感想、コメントなどもお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。